ますね。はい。はい。どう？ああ、これは。背中が伸ばしますね。伸びてますか？伸びてます。はい。あ、そうですね。このようにして背中から腕にかけて伸ばす感じですね。どうですか？肩甲骨の裏の方とかも伸びてますね。はい。はい。今度反対にひねりますね。はい。おお、伸びてますね。はい。痛いですが、こんな感じで、あ、はい、大丈夫ですか？はい、でもやった後、例えば今足の方とかちょっとスーッとしたりしてません？そうですね、うん、割とちょっと広範囲が一度に伸びたりするくらいちょっと怖いですね、腕細いからね、ポキッポキッていきそうで怖いえ、伸びてますか？はい、はい、すぐに戻っていただいて、今度こっちに入ってください。で、ちょっと上の方までいいですか？今度ちょっと肩首のストレッチしますので、はい、はい、じゃあやってきますね。肩伸びてますか？はい、うん、でもこれ自分でできなくないですか？ご自分でやる場合にはもう1個、うん、1個片方ずつこういう風に下げてとかって感じですね、うん、あの椅子とかに座った状態で、うん、こっちの手でこう椅子のへりっていうかお尻の下の方に手を押さえといて、うん、で首を押さえる、あ、首をまあ傾けるっていう風にすると、あ、まあ、似た感じで伸ばせますね。どうですか、肩のストレッチは？あ、気持ちいいです、うん、前髪伸ばしますね、顎を上げます。実際はあのタオル使いますけれども、分かりやすいようにちょっと時間に触らせていただきます。見てますか？うん、きついですかね？このぐらいで、はい、はい、なかなか喉の方もね伸ばすことないですからね、うん、あの首の前の方ですね、左側伸びてますか？はい、はい、あれ普段触られないとこを伸ばすと気持ちいいですね、うんうんうん、そうなんですよ。じゃあ普段意識するところじゃないところがね、伸ばされると、伸ばすことによって血流が良くなったりとか、意識が向いて、そういうメリットがありますね。動かしやすくなったりとか、
左右の均整が取れて、うん、まあ、体のバランスを取ったりとかストレッチはそういう効果がありますね、うんうん、注意点としてはやっぱいきなりグッと伸ばさないっていうことですね。人にやる場合も自分でやる場合も、うん、ゆっくり伸ばしていって脇伸びてますかね。はい、はい、うん、いくらもゆっくり戻していくっていう感じですね。どうですか。気持ちいい。なんか首の後ろを伸ばしますね。楽にしていてくださいね。はい、で息を吸って、はい、吐きます。ふー、きつくないですか。ちょっときつい。こんなぐらいですかね。はい、はい、だいぶ硬いですねやっぱり。辛くないですか。はい、はい、戻していきますね。楽にしていってください。はい、で、まあ、前も伸ばして横も伸ばして後ろも伸ばしてってしたので結構首が、うん、まあ、楽になっているというか、うん、はい、それ全方向に伸ばしたことによって、まあ、位置の補正ができるような感じですね、うん、それから今度はここを伸ばしますね。うん、して伸びていてくださいね。ね、ぐーっと。はい、伸びてますか。はい。はい、きつくないですか。ちょっときついですか。なんか小学校以来に伸ばしたような、なんか。でんぐり返しの時みたい。そうですね、なかなかまあ取らない体勢なので、はい、で、まあ、ストレッチっていうのはよしここを伸ばそうっていう風にして一箇所一箇所意識して伸ばしていくので、うん、その体の普段意識してなかった場所とか、まあ、感じっていうのをこう再確認、ちゃんと部位ごとに確認できるっていうのもいいことですね、うん、あ、伸びてますか。はい、ちょっとお顔まっすぐに向けましょう。はい、すいません。はい、大丈夫ですか。はい、はい、ちょっと苦しくなりました。大丈夫ですか。はい、で、まあ、ちょっとやっぱ普段硬い方はじわじわっと伸ばしてちょっとその体勢3秒5秒とか短めではなくて10秒20秒長めに取ってしばらく伸びてきたなーっていう感じが出てきたら戻していくみたいな感じでやると効果的ですね、うん、これすぐやめちゃうと反射的にまたすぐ戻っちゃうので、反発がなくなるぐらいまで痛いっていう感じよりかは、うん、なんかだんだん伸びて楽になってきたぞっていうところで、うん、ゆっくり戻していくとその伸びた状態がキープできるので、うんうん、っていう感じですね。これでだいぶね、腕も行いましたし、肩も行いましたし、首、それからまあ足の方も行ったっていう感じですね。はい、今度ちょっと座っていただいた状態で。はい、そうですね。で、そのまま上に上げます。お顔がまっすぐ向いたままでお願いします。少し顎引くようにしておいてください。はい、顎引く感じですね。はい、はい、伸びてますか。はい、伸びてます。ちょっときついですかね。このぐらいでしょうか。はい。はい、じゃあ今度ちょっと肘を直角にお願いします。はい、そうですね。はい、でちょっと胸のストレッチですね。はい。はい、で今度ちょっとやり方変えてまた胸のストレッチです。頭の後ろ出ていく。あ、いきますよ。はい、伸びてますか。はい。はい、ああ、ビキビキ。はい、じゃあ今度ですね、こういうふうにでこれでちょっと止めていただいて後ろに沿いますよ、私いいですか。はい、あのとああこれはお腹側伸びてますね。伸びてはい、あっこ
かですか、はい、下ろします、はい、で、座った状態でもちょっと片首できますのでやっていきますね。ちょっとこちらに傾けて肩伸ばします。どうですか、はい、あ、ちょっときついでしょうか、はい、はい、このぐらいでしょうか、あ、はい、はい、で、息ね止めないでハーッとしていただくと楽ですよ、はい、吸って、はい、はい、伸びてますか、伸びてます、はい、ゆっくり呼吸しながらだと抵抗少ないですよね、はい、はい、ちょっと回すようにこちら側向いていただいて伸ばします、はい、どうですか、伸びてます、はい、はい、楽にします、簡単、こっち向いていただいて、はい、下ろしますよ、大丈夫ですか、はい、はい、やっぱりね、ちょっと肩が はい、疲れ様です、はい、ちょっと後ろにちょっと首、はい、伸ばすね、はい、ね、あの前の方伸びてますかね、首の前、喉のところですね、はい、でちょっとこちらにもきついですか、このぐらい大丈夫ですか、はい、こちら側に向いていただいて、はい、伸びてますか、伸びてます、はい、はい、楽にします。